今日の感想をよろしくお願いします。立ち上がりから相手に攻め込まれたり、まあ、先制を取られたりしてなかなか自分たち主導でサッカーできなかったんですけど、まあ、最後結果的にああいう形で、まあ、最後ギリギリでしたけど勝ち切れたっていうのは一つ大きなことだったと思います。まあ、今大会通じて海外の強いチームとこう試合できたと思うんですけども、こうどうでしょうか、ゲレーザとしてこう通用したところとかあるいはしなかったところとかあると思うんですか。そうですね、やっぱり、まあ、通用したというかできたところっていうのはやっぱり判断を早くボールを回していけばしっかりゴール前までいけるっていう攻撃の部分はできたと思うんですけど、やっぱり失点の多さというか簡単にリオン戦でも失点してしまうシーンとかそういうところがあったんで、まあ、守備のところの意識とかそういうところはまだまだちょっと足りないのかなっていうのは感じています。豪快なミドルシュートが決まりましたけど、はい、場面ちょっと振り返って、まあ、時間帯でもシュートが少なかったっていうのもありますし、まあ、自分自身もシュートを打てるときにパスを選択してしまったっていうところがちょっとあったので、パスが来る前からシュートを打とうっていうのを思ってたので振って入ってよかったです。この後皇后杯も控えてますけれども、それに向けての抱負をお願いします。はい、リーグ戦はちょっと優勝できなかったので最後の今年最後の皇后杯しっかり優勝できるようにチームみんなで頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。